とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備、久しぶり使ってみようと思います。輝くローブの、稲妻フォーカス、タイデンタンブルビー、ポーションバリアですね。これプラス、冬の指先と、稲妻の矢筒2つ。稲妻フォーカスが、一番輝く編成ではないでしょうか。武器には、ツタの鞭。だねー。ここがね、流れ込む魂でもいいと思うんですけども、まあこっちの方がキャプテンは倒しやすいので、これで一気にいきます。はい、稲妻の矢筒2つ装備してるんですけども、どうしてもね、矢が枯渇するんですよね。なので、まああの矢が300本ぐらいストックができたら変えてもいいかな。うん、なんか新しい装備、何がいいだろう。エリクサーのカバンかな。エリクサーのカバンか、ドラあたりが無難ではないでしょうか。うん、いいね。俺の帯電強えな。やっぱ263の帯電で稲妻フォーカス入ってるとかなりダメージが違いますね。強い、むちゃくちゃ強い。てか矢が出ない。もう少し矢が出てきてくれた方が嬉しいんだけど、全く矢が出ないね。よし、矢をください。矢をください。ああ、1個出た。ソウル系つけて最初に増殖するっていう手もあるけども、まあちょっと時間もかかるし、このままいきます。普通のドロップでなんとか300本ぐらい狙いたいね。まあまあとりあえずまだ全然倒せるんでいけるんだけども、まあキャプテン出だしてからがどうかなっていうところ。一応全部倒します。いくぞ。よいしょ。 OK。まあ、変なのがね、つかなければいいけども。え？プレイヤー HP40% 減少。あー、なるほどね。なかなかきついやつだ。OK。じゃあ、でも敵の HP は増えてないので、まあまあまあ、まだいける。全然持ってきておいでしょ。あぶね。あぶね、あぶね、あぶね。攻撃食らうとマジでやばいよ。近接がクリーパーに変わる。うん、それぐらいだったら全然いい。なんかに変化するっていうのはもうラッキーですね。おいって、あった。この数の帯電はちょっとまずい、まずいって。え、なに、プレイヤーダメージ 40% 減少。いや、きついきついきつい。ね、HP とか攻撃力が下がるってかなりきついよね。痛いって。焦げ。 OK。 まあ HP 回復手段が少ない割には意外とまだいけてる。矢が相変わらず少ない。矢が少ねえなー。せめて200本ストックしときたい。残りキャプテンは2体、脅威が2つですね。 OK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 。 多分最後の方に、洞窟の、うん、最後にいる感じじゃないですか。しゃ、よし OK。 いけた。ちょっと待って、まだ来てるぞ。 OK。うん、毒ダメージで余裕でしょう。 OK。 全部取りましたね。プレイヤーダメージが減ったのでちょっとワンパンいけるかなと思ったんだけども、まあまあまあ、あ、ちょっと待って、変更、待って、もう変更にマジで弱いのよ、もう。変更にはもう激弱だから、そこだけはね、本当に注意しないといかん。ちょっ
と待って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 、落ちてる落ちてる落ちてる。防護防護きついって、全然減らせないじゃん。そうか、こっちのダメージも減ってるし、これで防護なんてとてもじゃねえよ。よし、オッケー。うわ、ぶっぶっぶ、あれか、トゲだ、トゲトゲ。ちょっと待って、敵のエンチャント結構ひどいの多いぞ。うん、完全にやりに来てる。ちょっと待って、なに防護、なに、別に防護がつきやすくなってるわけじゃないのに、むちゃくちゃ防護出るじゃん。防護って多分あれだよね、あの単純にHP2 倍ぐらいになってくるよね。それぐらい敵の防護は強い。こっちの防護そんな強くないのに。待って待って待って、なんかいるぞ、なんかいるぞ。え、気のせい、気のせいか。 OKOK。 あ、でももう矢が200本近くあって、もう最後だから、あ、OK、 これはい、あ、いやいや、変えない方がいいのか。1個別のアーティファクトにすると常に雷の矢筒で攻撃ができないんだ。あ、そっか、そうか、そうか、そうだわ。うん、装備はもうこれで間違いないんだ。あ、ちょっと勘違いしてた。うん、一つ装備でも毎回この雷の矢が出るかと思いきや、出ない出ない、そうだ。 OKOK、 おー、危ねえ。ではボスいきましょう。まあまあ楽勝っすね、この武器があるから。でもその武器で倒すと面白くないので、やつで倒しましょう。ザコをね、巻き込みながら、こっちの方が経験値は入る。まあまあまあ、おこのレベルでは経験値ほぼ入んない。オッケー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 、いやー、いいね、いいよ。この毒武器使ってしまえばね、これぐらいの HP 多分ワンパンでいけないか。うん、さすがに無理か。うん、ダメージが 40% 減ってるので、さすがに減らしは消えないと思う。でも矢筒でぐるぐる回りながらやっとけば、このうち倒せる。うん、それでね、敵の HP が 200% とか上がってるなら、またちょっと倒せないと思うけど、ザコスがね、この感じだったら全然いけます。で、やっぱりね、快適、この編成は本当にね快適です。はい、ということで今日はですね、これ輝くローブの稲妻フォーカス、大電タンブルビー、ポーションバリアに冬の指先で稲妻ビルドをやってみました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。